お父さん、うちにいてたら、お前とはな、上町の兄貴とっから、手紙持って使いが来たんじゃ。なんじゃわからんね、ちょっとこれ見てんか。どう見ても手紙やないで。手紙はわかったら、広げて読んでんかって言うの。今そういうあんまやからわかれへん。あはーん、なるほど。なるほど。お前わかったわ、とてもわかれへんよ。やかましいな。こいつの心で読んでんの。この手紙のうち、お前が兄貴とかいたとか、兄貴がお前とか来たとか、なんのことなかったかい。そんなことあれへんの、わい、この間言ったんや。それを言わんまやから分かれへん。あはーん。お前、その時、兄貴が何ぞ言うてたか、お前言うたら何ぞこと書いてある。書いてあるかい。この間、お越しくだされ、僧侶。その説は何の合図も来れなく、僧侶。と書いてある。うだだいいねん、合図ないことあれへん。偉ありやん。兄貴言うんだよ。作業やりんかとこのやつが、作業は飲まんって言ったら、三人目にぜんざいやんが、水あり。ぜんざい取ってきて食べさせてくれたやな。はは書いてある。何で言うと書いてある言うてるな。なので、その時は、ぜんざいを食べさせたが、ぜんざいはうまかったが、ちょっと味はおんたるんでもう、通ろうよ。絶対な手紙やない。うまいなって言うて、うまいぜんざいやったらうまいか、負けな、代わり取っておいてて、また代わり取ってきて食べさせたんや。おー、あ、書いた、言うと書いてある言うてるな。ね、ぜんざい。後からのぜんざいと、さっきのぜんざいと、ぜんざいの数は三千、ぜんざいの書き出しみたいな。その時、お前が言うたかにじゃ何のことなかったかい。で、こっちが足りないってんのは、どっちが足りないってんのは分かれへん。兄ちゃん言うてから、来月は早いとねんかや。包丁取れな、缶を貸してくれと、こない言うてたよな。はは、書いた。また言うと書いたある言うてる。前腕、道腕、柏腕、二十本。柏二本ずつないと、ママが食べられによって、忘れぬように恩貸しくだされ、僧侶。強行禁煙、日は近日より、ゆずくゆずかたい縁づきいたる僧侶とも、一言の申し分ござなく僧侶、よって九段のごとし、実況にちょん、永久へ水量水量、お山が三輪と。なんじゃそら一体。縄文やら、流行りょうたやら、暇状やら、誇りただきみたいな。お前、字よう読めへんねんな。歌か言うな、ようようまんま、こないつらつら。なんのつらつらなことあるもんかい。橋の日本まで言うて、チョクのチョの字も言えん。兄貴はチョクはよ、忘れるもんやって言ってた。お前、チョクちゃったらいいなんだ。ちょっと待ちや。あ、変えた。あ、また変えたって言うてる。そんな変えたらなんでそのチョクを言わなんだよ。おひらの陰で名なんだよ。